DADGAD のチューニングに割と馴染んでいるからです。割と親しんでるチューニングからちょっと発展させてみようと思ったわけですが、細めのやつですね。かなり細い、かなりというか多分010ぐらいだと思います。1弦が12弦だけ変えようかなとも思ったんですけども、1回張った弦をすぐ変えるのが好きじゃないので、音程を下げて対応、今回は対応しました。やっぱり面白いのはこのオクターブでこうそのままベンドできるっていう、こういうことができるっていうのはとても面白い。楽器屋にこうかかってこの楽器があったとして、あ、このギターはちょっと面白いなと思って、仮に自分が手に取った時に何が弾けるだろうと思って、自分が、いつも軽く弾くような思想するような感じで弾いてみたっていうのが正直なところです。そうはそうですね、まあ短調か長調かはっきりしているものだとベンドが難しいので、まあブルースっぽいのであれば上がりすぎても上がらなくてもそれはそれでも面白いかなと。やっぱりこうそうですよね、このこういう音が魅力としかちょっと言葉で説明できないんですが、ないですね。あ、でもあると言われればあるし、ないと言われればちょっと答えには難しいですね。正直言うとやっぱベトナムの音楽をやりたいというコピーしたいという気持ちの方がまだ強いです。なんでこういう風になったかっていうのを基本的にもっと知りたいですよね。なんでこんなことになってんだみたいな、それの方が今は僕は面白い。